距離を縮めてく崖橋となって君が大好きさ。もし今会えるなら僕は真夜中でも雨。どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もやってまいりました、毎週月曜日配信の ABTV ネットワークラジオ MC の、今週は少し真面目な話をしたいと思います。猫犬ダンサネコです。さてこのラジオでは視聴者の皆様から寄せられたお悩みを私猫犬ダンサネヒコがにゃんわりと解決しちゃいます。それでは早速今週のお悩みを紹介しましょう。猫犬ダさん質問です。私は最近生きている意味がよくわからなくなってきてしまいました。でも死にたいとは思いません。理由は死ぬ理由がないからです。全てのことにおいて理由を求めるのはおかしいでしょうか。はい、全てに理由を求めるのはおかしなことではないです。ただちょっと難しいです。こういうお悩みに対してよくある回答がですね、生きるにも死ぬにもどちらにも理由もなければ意味もないですかね。例えばある人には自殺をする理由がありました。人生に疲れた、生きているのが辛い。するとその人に対してある人がこう言いました。そんなの自殺をする理由にはならない。はい、果たしてそうでしょうか。違うと思います。なぜならどちらの考え方も個人の感覚だからです。なので生きるにも死ぬにもちゃんと理由はあります。ただその理由というのは他者が強制できるものではございません。全ては個人に委ねられています。では本題に戻りましょう。それでは初めに生きる意味ではなく死ぬ意味を考えてみてください。ちょっと補足をしますと、理由は過程です。そして理由の次には行動と結果がきます。その結果から自分の行動や考えに意味があったかどうかを判断します。さあそれではそれを踏まえて死ぬことの意味を考えてみると、おそらくその意味を知ることはできないはずなんです。なぜかというと結果が死だからです。死んでしまったら意味に遡ることはできないですよね。できますか？死んでしまったら動くことも話すことも考えることもできないんですよ。それでも死んだ状態で意味を考えることはできますか？もちろん周りの人はその人の死に対して意味があった、意味がなかったと言うでしょう。だけどそれはその人の求めている意味ではないです。断言できます。いわゆる死人に口なしです。結果が死ぬことである以上、理由はあっても意味はないんです。具体的な例を挙げると、犯罪者の死には意味があります。まあ死刑でも何でもいいんですけど、犯罪者の死は犯罪の抑止力になります。ですがそれは世間が植え付けた意味です。本人は自分が死んだ意味を知ることはありません。死んでしまっているから。ちょっと難しいですけど、まあそういうことです。それでは逆に生きる意味を考えてみましょうか。ああ、勉強しなきゃいけないな。なんで？その理由は？それは受験が控えているから。なので勉強をたくさんしました。そして第一志望に合格できました。さあ、たくさん勉強をした意味は？ありますよね。第一志望に合格できたんです。よくやっても意味がないと言われている学校の勉強には意味があったはずです。逆に志望校は落ちてしまった。ってことは今までたくさんやった勉強は意味がなかった。さあ、果たしてそうでしょうか。あれくらいの勉強では足りなかったということを知るはずです。そして浪人します。毎日予備校に通います。同じ境遇の仲間ができました。浪人は辛いけどちょっと楽しい時もあります。さあ、志望校に落ちた意味はなかったか？いや、ありました。そう、生きていれば必ず何かしらの結果があるんです。そしてその結果には必ず意味があるんです。他の誰でもなく自分で意味を見つけることができるんです。自分で意味を知ることができるんです。朝起きて歯磨いて顔を洗ってご飯を食べる、それだけのことにも意味はあるんです。そう、生きていればね。はい、それでは今週はこの辺で。See you next! にゃん。今日はお前たちに俺の仲間を紹介しよう。まずはこいつ、モルターサーバー。あったかいお湯も冷たい水も出せるホットでクールなやつだ。そしてこいつ、デイジーレイジー。マイクロウェーブっていう光線を発射して敵を中から温める。そしてこいつ、日本人なら誰もが知っている和の精神の持ち主、スーファンキー。どうだ、最強だろ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。